今日の動画はいつもとちょっと違いますよ。悪魔のモーニングルーティーン、俺ちゃんの裏側を特別に見せちゃいます。皆さんぜひお見逃しなく。ブラックチャンネル。俺ちゃんまだ寝てますね。昨日も遅くまで編集してましたし、起きるのは大変です。寝坊しないようにアラームは何回かかけてますよ。なかなか起きませんね。自分のことながら心配になります。まあたくさん寝ることはいいことです。俺ちゃんも毎日やりたいことがたくさんありますので、つい寝る間を惜しんでしまいますが、しっかり体を休ませた方が一日よりよく過ごせます。皆さんも睡眠時間はきちんと取るべきですよ。じい、やっと起きたようです。寝坊しなくてよかったですね。起きたらすぐに顔を洗うか、お風呂に入って熱いシャワーを浴びます。でないといつまでも目が覚めないのです。じい、寝ぼけてばかりいるとカメラちゃんに呆れられてしまいますので。じい、朝にシャワーを浴びると気分もすっきりしますね。じい、おや、朝のお風呂が終わったようですね。俺ちゃん見ての通り結構癖っ気なので、濡れてもすぐ跳ねちゃうんです。乾かすと元に戻ります。じい、撮影の予定があるので身支度はしっかり整えますよ。皆さんにお見苦しいところを見せるわけにはいきません。じい、次は人間の皆さんがするあれを、もちろん俺ちゃんも毎日しています。着替える。服に着替えます。おっと、着替えシーンは秘密にしておきましょう。さすがにそこまでお見せするわけにはいきません。まさか興味のある人なんていませんよね。着替えは完了です。今日のコーデのポイントは黒ですね。え、いつも同じ服じゃないかって？カカカ、それは言わないでください。いつも同じ格好をしている方が視聴者の方には覚えてもらいやすいでしょ。似合っていますか？ありがとうございますカメラちゃん。俺ちゃんこの服は結構気に入っているんですよ。だから同じやつをいっぱい持っているんです。もちろん俺ちゃん他にも服は持っています。いい機会ですし紹介してもいいのですが、このシーンはここで終わりみたいです。尺が足りないのでこの辺で。自分で撮影したわけでないとこういう時に不便ですね。じい、さて次は朝食の時間です。食事へのこだわりというほどでもありませんが、その時に食べたいものを食べるようにしています。じい、この日の朝ごはんは朝食。俺ちゃんの大好きなブラックライジングです。まず名前がかっこいいですね。クッキーやナッツがたくさん入っているので食感も楽しく食べ応えがありますし、片手で食べられるのもお気に入りです。他にもチョコのお菓子は何でも好きですよ。カメラちゃんもお菓子は好きでしょ。なんです？朝ごはんをお菓子にすると栄養が偏る？反論はできませんね。ですが編集や企画書作りで頭をたくさん使うとつい甘いチョコが食べたくなってしまうのです。まあ栄養を気にした食事もたまには食べてますよ、気が向いたらね。朝ごはんを食べながら YouTube を見ています。ピカキンの変な顔は面白いですね。俺ちゃんもつい笑ってしまいます。その他はゲーム実況なども好きです。ああいうのは自分のプレイの参考にもなります。もちろん他チャンネルの動画もチェックしてます。抵抗ペンギンさんに秘密結社やるみなティさん、カカカ、今日もモブオさんはアホな失敗してますね。それからエンマちゃんも人間の裏側を知れるので実はなかなかお気に入りです。プロットのチャンネルではいろんなアニメを投稿してますよ。皆さんぜひチャンネル登録よろしくです。え、宣伝が露骨だって？何の話でしょう。俺ちゃんちょっとよくわかりません。食事が終わったら軽い作業に移ります。何をしてるかって、昨日アップした動画のコメントをチェックしてます。皆さんからいただいたご意見ご感想は参考にしたりしなかったりです。
じー、ま、俺ちゃん結構見てますよ。これからもコメントはたくさんお願いします。じー、そうそう、プレミア公開の時にチャット欄を荒らす方、あなたのことも俺ちゃんは見ていますよ。じー、メールチェックもこの時間にしていることが多いです。コラボの相談やグッズ化の打診、ん、ビッグなゲストからのお声掛けもありますね。じー、皆さんに楽しんでいただけそうな企画が続々発表予定です。期待しちゃってください。じー、さて次のシーンは、ああ、そろそろ撮影に出かける時間のようです。こうして家でちゃんとアイテムを準備してから出発しますよ。もちろん契約書は必須です。ブラックスマホ、アプリでいろんなことができるのであると便利ですね。パソコンを持って行って隙間時間で編集します。15時のおやつも大事です。お腹が空いたら食べます。じー、さてそろそろ撮影に出発です。俺ちゃんのモーニングルーティーンはこんな感じですかね。じー、真実、やはり俺ちゃんたちが勝手に撮影されてますね。じー、まさかバレるなんて。カカカ、最初から気づいてましたよ。君のことはずっと泳がせていただけです。目的を知りたかったので。そんな、うん、しかしいくら見ても俺ちゃんがただ普段通りに生活してるだけ。どうしてこんな意味のない動画を撮ったんです？じー、あの私ファンなんです、あなたの。はあ、動画全部見てます。もちろん漫画も、あとツイッターとかも。それはどうも。でも今はそんなこと聞いてないです。じだからそのブラックチャンネルの裏側が見たくて、あなたのモーニングルーティンを撮影したかったんです。ああいう動画、確かに YouTube 上では流行ってますけど、俺ちゃんのやつが見たかったんですか？はい、もちろん。視聴者にはこういう動画も需要ありということですか？ありまくりですよ。だからってこれは見過ごせませんけどね。じー、盗撮したのは謝ります。だから許してください。俺ちゃん別に怒ってないですよ。ま、さすがにこのデータは没収ですが。うわというわけで、この時没収した動画に俺ちゃんがナレーションをつけてモーニングルーティーンの動画を作ってみました。いかがでしたか？じ？それにしてもこの動画面白いんですか？俺ちゃんにはいまいちわかりませんが。じ、いい、いい。皆さんが喜んでくれるなら嬉しいですよ。じ？面白いと思ってくれたそこの君、いっぱい再生してくださいね。よろしくです。じ？もしもこの動画が鬼バズったら、俺ちゃんのこと、もっとたくさん知れる動画も出しちゃうかもですよ。月刊コロコロコミック7月号のブラックチャンネルは、特別プレミアムストーリーエンドレスサマーを50ページ掲載。さらにコミックス2巻発売を記念して、1巻の全ページを無料で見られる QR コードが付録についちゃいます。ぜひチェックしてくださいね。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。